ペンルンやね。マジで。マジでこれはペンルン。最初は撫でるところでいいと思う。こういうとこから。こう。ああ。ストップしてちょうだい。ちょっと。まあ、こういうサーブからやったら、こういうのを撫でてこっちに返す。逆逆。あ、こっち。うん。こういう感じ。それは全然違う。え？こうじゃない？結構違う。今やってるのは、こうだから。はい、当てた後に返すみたいな。だからこのラケットがこうやって横にポンって動く時にパンって当たるような、今撫でにスーの中で当たるって感じだけど、うん、え？これできたらそれもペンがみんな欲しがってる技術ですよ。そうだね、これやばいね、マジで。やば、ちょっともう一回ここの、このじゃなくて、あ、そうそう、その時に当たって、ああ、そんな感じ。ああ、そうそう、まあ、それをビビってやると遅くやるというわけ。まあ、モリアの時とか結構ビビってるから、こんぐらいだけど、はい、ではこういう使い方なんですか、どっちかっていうと。こうだな、こう回す感じってことですね。なんだろう、これなんだろう、こういうなんか電球をこうくるくるくるってやる。はいはいはい、でもその使い方みんなしてないよね、絶対してないだろうね。こうビビってこう、うん、ビビったら OK なんだよ。あ、すごい、できる、うん、ちょっとだけ。そうね。え、お、お、うまい、できる。え、これって今ちょっと下っぽいじゃないですか、球が。上っぽくても一緒なんですか。え、こっちの球が下っぽいじゃないですか、出してくれてる球が、うん、上っぽくても一緒なんですか。最後かぶさって完全にかぶせてやる、ほんまや、かぶせようと思ってる。えの方が簡単やけどね、さすがに。え、めっちゃ簡単じゃないですか。いや、わざわざ難しいことをやってるんだろうね、皆さん。できるの、こんな風にやるなあかんと思ってた。こう全然ちゃう。え、これで、え、そうそう、めっちゃ簡単やん。おー、うまい。おー、うまい。おお。なんか腕使わなくていいですね、結構。うん、これで。それはちょっと違う。これはちょっと違う。それちょっと違う。これでとかで。それでとかではない。それでとかで単純にうまい。え、そんな。まあ下の場合はちょっと。こう目を開けとか、まあさすがに回転見分けないけど、まあ、ちょっとそうですね。まあそうしたらナックルで飛ぶんだけど、あ、上回転にすることはできないから、はいはい、こっちのボールをできない、まあできるかもしれないけど、その難しいっていうか、ドライブ回転は発生させるのはちょっと難しいから、下の時は塗るぽよ。まあ逆にこっちの方が相手取りづらいけど、確かに左やったら絶対そっち、相手右って考えたら絶対こうキュッていく方が、ちょっと上回転出しよう、ちょっと横上、あ、横上、っていうのがこうじゃないんだよね。あ、もう一回こうじゃなくて、はいはいはい、いや、でもそうやと思って、だからそれでそのそういう時もある、あ、そういう時もあるけど違う。こういう時もあるけどね。はいはいはい。潰しにかかる時も。だからみんな潰すことしかできない。うん、だから、あ、こういうのができるとこういうところ、まあ今浮いたけど浮くけどさ、これと、あ
入りから、あ、いけそうやなみたいな。そうそう、うまい。やっていい。そっか、確かにこうやってこうは無理やもんね。できんことはないと思う。おお、なんか逆モーションっぽい。あ、逆モーション。あ、もうちょっとやっぱ嫌だね。なんか自分がそういう技術を受けたことないから結構嫌だなって思った今そんな持ってる人いないから。おお、おお、おお、あ、全然結構嫌だね結構嫌だ、やられたことないからさそんなテクニック持ってる人と会ったことないから。オリジナル技っすね、うん、でも地味すぎて分かんないんだけどね。あ、すごさうまい。え、これ楽しい。簡単にできる、できるようになったら結構簡単この回すってすごい分かりやすい、うん、ネジを回す、ネジじゃないこのまた変換しやがった適当に電球回す、うん、すごい。で、そういう風にストップされるとやっぱりおお、ちょっとやっぱ迷うね。迷うっていうか、おお、おお、なんかやっぱりおってなる。俺も使おうかな、いっぱい。サーブだけじゃなくてレシーブからでもできるようになった。相手を逆を取る。ああ、やっぱ厳しいな結構。おお、こういう風に入っちゃうともっと迷うで、ね、うん、だからフォア前出して、あ、横にしてよ。縦はちょっと難しい。ああ、はい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 、そう、下川さん左の時めっちゃやってるイメージだな。確かに、まあ本当にレシーブできないんだけど、なんかあの本当にレシーブできる時はやっぱフォアから行った方が動きやすいから。フォーガスの時とかめっちゃやってた。ああ、川路の時とかね、うん、まああれ単純にサーブとやる。でもやっぱなんか嫌そうだけど、嫌そうやった、相手も嫌そうやった、普通にその取り方せんといてみたいな。そしてここがこう、あーみたいになるし、こっちがあーみたいな。これテクニックないとできない。でもこうするとここの奥が結構きついんだよね。あー、こっち側は、うん、まあそりゃそうっすね。あとはもう、こういうレシーブとかだな。だからこっちのサーブこういう感じ、こっちのサーブをこうやってつつくのと、つついてそっちに切るのと、こう来たら、あ、これを応用したらだからこれじゃない。ああえ、じゃあやっぱこうじゃなくてこうでもできる、こうでもできる。そこら辺にふわーってきたらプッシュではできないから、はい、プッシュじゃないのこれはプッシュじゃないプッシュ、これもできる。それはプッシュですね。さっきのは違う。1球目はプッシュ。あ、2球目はなんかちゃう。2球目はプッシュじゃないんですか。プッシュだけど。プッシュだけどプッシュじゃない。これプッシュですね。これプッシュね、今の。と、いや、感覚が超めまいできてる。これはプッシュじゃないのか。これはなんだろうね。ノーモーション。フリッカーショート。でもそこ絶対みんなごっちゃになってる人もいると思う。でこれは知らないんじゃない、知らないっていうか知らないっていうか多分だから自分と一緒に違いが分からない。ああ、プッシュできたみたいな、あいつプッシュうまいぞみたいな。あれとあ全然違う。確かに言われてみればちょっと違う。全然言われてみれば違うけど、言われないとわからない。できてる人こっち飛ばして、飛ばしてこう。あ、これやっぱ厳しいね。こうやる。あ、まあてか今はできてないけど、こういう時にやっぱりなんていうか速さっていうか節約、時間の節約ができる。うん、絶対みんな知らないと思う。今のはプッシュ。今のもちゃう。ちゃう。これはプッシュ、これはプッシュ、これはプッシュ。
今のもちゃう。今のもちゃう。やっぱちょっと間に合わなさそうっていう時は違う。そうだね。チャンペンルンやね。マジで。マジでこれはペンルン。ペンルンやっぱこうだったのか。俺もそこまで分かりきってなかったけど。ペンルンはこれだったんやな。だからできてたのかって。あ、おい、よいしょ、できとる。うん、でもめっちゃ入りとするもんね。でも技術と技術の年が違うって分かればだいぶ簡単やと思うんですけど。ああ、こういう技術とこれがみんな一緒になってるから。下川さんは多分それをなんとなくもう区別しちゃってるじゃないですか。状況に応じて。そう、ね、でも自分たちは区別できてない人間はなんかもう、いやそれとこれ一緒やと思ってるから、うん、これとこうね。そうだからなんか、あ、今たまたまうまくいったみたいな、うん、なんか。いや俺もそういうこと多いけどね。いや今話してみて分かってる。あ、みんなできないできへんかったっつって、こっちの方が簡単じゃないみたいな。全然わかんない、こっちの方が難しいでしょっていう。使う時もあるけどね。そのそういう技術、そういうボールに適した時には使うけど。でもいやー、最後までご視聴ありがとうございます。この動画がめっちゃいい、めっちゃ参考になったっていう方は、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。